まで足を動かしてディフェンスできましたし、まあ、でも後半はもう長いラリーお互いこういいショットというよりもどれだけミスを少なくラリーを続けられるかというところは勝因だったと思うので、そこで心折れずにしっかり足最後まで動かしてたのが良かったと思います。本当に東京までのスタートラインだと思います。自分がこのまま維持していたら絶対取れないと思いますし、まあ、もうこの結果は今日で明日になれば過去の結果になってしまうので、もっともっとこれからも勝ち続けられるように頑張りたいなと思います。